水古伝水古伝108世一覧表、主旧歌川国吉、通俗水古伝、合決108人の一個、秀利り骨立主紀し高は、中国の小説で四大記所書の一つである、水古伝の登場人物、両山白第92位の高官地州星の生まれ変わり、あだ名は、秀利り骨立で、骨立とは、ワニのことで、陸のワニという意味、 背の高い細身の体育に、口ひげと顎げを蓄え、天側の上着と鹿側の靴を着こなした、洒落た男である。両山白においては、王林時代からの子さんの一人で、両山白の対岸に居酒屋を設けて見張り、資金調達、情報収集、人材の品定め、入山希望者の面接、客人の案内など、事務的仕事を担っている。義州義水県の居酒屋の息子。 家を弟の主婦に任せ自身は各地を渡り歩き商売を知っていたが元でをすって両山泊へ上り族となる。その後は両山泊の東の対岸に居酒屋を設け、そこで情報収集や訪問者の応接などを担った。ある年の冬、最新の推薦で両山とマリーリを望む林中が訪ねてきたので、主記は資料の王林のもとへ案内するが、 林中の実力を恐れる王林はあれこれ理由をつけて彼を追い返そうとした。しかし主機は真っ先に反対し、副讐量の総満、都選もそれに賛成したため、右与曲折の末、王林もしぶしぶ入山を認めた。半年ほど後、関係の追求を逃れてきた、町外ら七人の高官が入山を求めてきた。主機は喜んで彼らを迎えるが、王林はまたしても、 長外たちの入山を拒絶、これに激怒した林中が王林を残殺し、長外を東領に据えるというクーデターが起こった。元より王林に不満のあった手記は、すんなり彼らに従い、引き続き見張り役を任された。一年ほど後、甲州の役人で、軍師、御用の給油体操にこれと知らず、痺れ薬を盛るが、彼とわかると慌てて解放、長外の恩人総工が、 無実の罪で処刑されかかっていることを知りこれを報告。右与曲折の末長貝たちは、双方の救出に成功した。また同居ということもあり、母親を両残白に迎えに行った、力の目付役として、義州に出かける。ここで、力が、関係に捕まるが、弟主婦と共に救出、護送役人のリウも両残伯に連れて帰った。その後は、 手伝いとして配属された学和と共に店番を続け、脱獄したら王とその母を保護したり、某、三の半随一味の両山泊襲撃計画を察知するなどした。108世集結後は、相方が都航に代わり天も南に移る。朝廷に基準し両山泊を離れる際、引っ越しの準備と後始末を行ってから、物語の表舞台から姿を消し、放浪討伐戦において、 広州で流行った薬病にかかり没した。ありがとうございます。